本日の動画は、はい、どうも皆さん、こんにちは、ベルスです。というわけで今回も乃木フレやっていきたいと思います。さあ、本日なんですけども、新しくこの、ハーフアニバーサリー記念特別乃木市還元ガチャとハーフアニバーサリー限定の感謝タイプの、ガチャが、行われております。はい、で、こちらの感謝タイプなんですけど、僕も引いちゃったんですけど、まあ内容としては前回と同じような感じで、まあガチャ地形であったりだとか、あとはそのエース合成結晶とかレジェンド合成結晶とか、リボンとかフィルムとかっていうのが、いろいろと出てくるような感じとなっております。はい、まあそんな感じです。ちなみに僕の結果としては SSR チケットは1個も出なかったかな。で、あとの 1,2,3,4,5 5個がまあなんかまんべんなく出たみたいなイメージです。はい、そんな感じでした。はい、ということで今回はですね、こちらの還元ガチャの方をちょっとやっていきたいなと思います。で、皆さん僕の石の数5万6000ありますので、ステップ4までバンバン引けるということです。はい、まあどのぐらいまで増えるのかちょっと楽しみですけども、やっていきたいと思います。まあマイナスになるなんてことはね、絶対ないんで、はい、じゃあやっていきましょう。まずはこれで、まあボックスが手に入って、でボーナスとして、550か。500から、400から600だから、まあいい方か。よし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 。じゃあ続いて、1000個使用したら、1200から2000の間か。はい。まあまずこれでボックスが手に入って、おーおー、1968。いいね、いいね。いいね、いいね。結構いい数字で、次5000、が6000から1万か。はい、やっていきます。おー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 おお、まあ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 そんな良くはなかったな。あ、でもこの段階でも2400ぐらいは増えてますからね。さあ、運命のステップ4ですね。5万から9万2000まであるんで、いや、めちゃめちゃ上振れしてくんないかな。なんか7万とか一気にゲットできないかな。レッツゴー。7万まで増えたら1万ちょいとか増えるんで、嬉しいんですけど、個人的には。さあ、いくら増える？ 5万913。あー。はいはいはい。まあまあまあ。まあまあ、というか、あんま良くはないか。でも、まあ6万3000になったんでね。はい、そんな感じでございます。もう最近のね、僕のこの乃木フラの趣味が、貯金になってきまして。なんかね、結局、コーデとかは、まあ、後々、それは、まだ買うんですよ。絶対買うんですけど、なんか、それ以前にですね、なんか、石貯めるのが本当楽しくなってきちゃって、結構貯金するようになりました。なんでね、またこれ、いつだろうな、今月末とかまたもう一回来るかな、還元ガチャ。もしかしたら来るかもしれないんですけど、その時にもう一回引いて、で、また石増やしてっていう。損することが絶対ないパチンコだと思ってるんで、あの還元ガチャ自体。結構ありかなというふうな感じで思います。はい、ということで他にもですね、ハーフアニバーサリー記念だったりとか、いろんな、そういったものがあるのでご紹介していきたいと思います。まず、ハーフアニバーサリー記念メンバー限定トレーニングライブというような感じです。で、これイベントで、追加されておりまして、イベント開催期間が12日の土曜日なので、この動画が投稿される次の日ですね、おそらく。で、15日の間に、こちらのメンバー、まあ、第1グループというふうな感じで、こちらメンバーが、トレーニングの対象メンバー、対象な、トレーニング対象メンバーって言ったら変ですけど、イベントのその対象メンバーとなります。で、第2グループがこちらの皆様。で、第3グループがこちらの皆様。第4グループがこちらの皆様みたいな感じで。で、2月のほど末近くまで、これは随時行われているらしいです。はい。で、ハーフアニバーサリー記念メンバー限定トレーニングライブではメンバー専用のトレーニング券が入手できます。各ステージのクリア報酬で、初回クリア報酬ではメンバー専用のトレーニング券10、2回目以降はメンバー専用のトレーニング券を、3個手に入れることができますというふうな感じです。まあこれメンバー専用のトレーニング券が上級トレーニングとほぼほぼ一緒の役割をしているので、まあ上級トレーニングも結構やっておけば、数値が上がってね、結構総合力とかも上がりやすくなると思うので、いいんじゃないかなと個人的には思っております。で、スタイルボーナスは制服衣装だから、まあ皆さん持っているでしょうっていう風な感じですね。はい。まあそれがまず出てきておりまして、で、
昨日かなまではしゅんちさんの卒業セレモニーの記念ログインボーナスがあったと思うんですけども、まあ、12日からですね、確か12日が星野さんの卒業セレモニーだったっけ、13だったっけ、忘れちゃったな。で、あのログインボーナスがありまして、まあ、乃木氏1000個ゲットできますよっていうふうな、まあ、このハーフアニバーサリー記念だったりとか、その他もろもろのね、キャンペーンだったりとか、あとは生誕キャンペーンとか、そういったもので、結構最近1000個とか石パンパンと、もらえることが増えてきたので、だいぶ皆さん石の数的には集まってきてるんじゃないのかなと、個人的には思っております。はい、そして46日間スペシャルログインボーナスということも、土曜日、明日、12日から始まります。合計で2万2000個の乃木石やフラクタルピース、フラクタルフォトなどの豪華商品、豪華報酬が入手できるログインボーナスです。はい、これは内容はあれかな、実際にログインボーナスが始まってから見てくださいねみたいな感じなのかな、だと思います。はい、期間的には、8月の13日までです。まあ、ログインボーナスは46日目受け取ることができるので、まあ、一番早い人でも3月の20日ぐらい、もっとかな、3月末ぐらいでログインボーナスは受け取りきれるような感じだと思うんですけど、まあ一応ログインのなんだできない日とかもあると思うので、8月まであるっていう風な感じですね。まあおそらくなんですけど、この乃木フラがリリースされて、46日間のログインボーナスっていうのがリリース当初あったと思いますが、それが2月の多分12日までか11日までか分かんないですけど、もうあのなくなっちゃうんですよね。まあ、なんでそれの代わりといってはなんですけど、追加されているものなんじゃないのかなと思います。はい、で、確かその時合計で4万6000個だったっけ、リリース当初のやつはが石がゲットできるっていう風な感じだったと思うんですけど、まあ、あの今のこの乃木フラのメタ的には石の他にも必要なものって結構増えてきてるじゃないですか。あの覚醒の鏡だったりだとか、まあ、その他もろもろ系、まあ、今回からねフラクタルピースとかも出てきているので、まあ、そういったものがもらえるので、まあ、結局どっこいどっこいになるんじゃないのかなという風なイメージが僕の中ではあります。はい、そういったもろもろがいろいろ出てきておりますと。いや、なんかこれからもね、どん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 楽しんでいければなというふうな感じで思います。あ、そっか、新チャンネルも、そっかそっか、追加されるから、それでまた新しく始めるよってなった時に、あれか、リリース当初のログインボーナスと同じような感じのログインボーナス作っとかないと、かなり不利にチャンネルがスタートしてしまうので、確かにそれはあるな。あ、それも、そうか、タイミング的にはそれも合わせてっていうような感じなのかな、おそらく。だと思います。はい、ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。じゃあまた別動画でお会いしましょう。バイバイ。